はい、皆さんこんにちは。現在私は明石市にお邪魔しております。全世界パワースポット巡りの旅その84ということで、今回は明石市にございます御厨神社にお邪魔しております。さあ、この御厨神社でございますが、まずは体を清めて心を清める手水舎でですね、清めたいと思います。この御厨神社はですね、八幡宮、天満宮、そして五頭天皇をお祭りしておる三社総殿の社でございます。まあ、そもそも応神天皇が三冠征伐の時にこちらに立ち寄ったということからお宮さんがでけたというようなことでございましてね、非常に由緒があるんですが、細かいことはちょっと消失して、資料が消失してよくわからんということなんでございますが、まあすごく昔からあるお宮さんということでございます。菅原の水種公がね、座った縁、松なんていうのがありまして、その縁でね、天満宮がね祀られて、天神様がね祀られてというようなことでございまして、これは後のことでございます。で、五頭天皇がねいつから祀られてかについてはちょっとねどこにも何も書いてないのであれなんですが、まあ昔から五頭天皇が祀られておるということでございます。あのお宮さんの前の石柱もね、これは五頭天皇ゆかりの形でございます。とりあえずね、歴史と伝統があるわけですね。なかなか境内が広いので驚きましたが、一層も履いておらん砂のね状態、土なんでございますが、草も生えていない、素晴らしいね、境内でございます。まあこちらとしては五頭天皇をお参りに来たということなんでございますが、こちらの五頭天皇はですね、まあ、姫路の広峰さんからやってきたような感じがするんでございますが、現実とは違うかもしれません。幕にもですね、木工門がね入ってますよね。まあいろいろ三社総殿でございますので、いろんな神様がおられるという、広峰さんの縁があるんじゃないかなと思うんですが、どうぞお参りくださいませ。さあ、それでは拙者末社の方に行きたいと思います。こちらはですね、豊受の狼でございます。
参りくださいませ。鳥居を抜けて直進するは雨の皆悲しの御事狼でございます。さあ早速境内を抜けましてね、まっすぐ進みますとお宮さんがあるというような感じでございましてね、境内宮ではないんでございます。拙者末社でございます。神社の境内を出ましてまっすぐありしますとございますのが阿部の皆悲しの御事、こちらでございますね。天地開闢の神様でございます。どうぞお参りくださいませ。さあそれでは戻りましてね、次なる神様でございます。入りましてね、左手の方にございます。さあこちらでございます、稲荷神社でございます。ご祭神は雨の羽化の御霊の御事、どうぞお参りくださいませ。正一稲荷大明神でございます。大小いろいろ社がありまして、ね、非常にありがたいという感じでございます。さあ次なるは霊牛神社でございます。天神様に愛された霊牛が祀られておる、健康を祈ってお参りするわけでございます。どうぞお参りくださいませ。社で祀るというのは珍しいですね。神社の横手に置いてあるというのはよくあるんですが、さあこちらは宝神社、竹の内の宿根様お祭りされておられます。どうぞお参りくださいませ。なると思ったらならなかったということでございます。さあ次なるは朝日神社、天照大御神様でございます。どうぞお参りくださいませ。
さあ次はね、ゆか神社、これゆか権現と言いまして、秋葉神社、こんぴら神社でございます。この三社総殿でございます。ゆか神社は岡山の方にありますね、霊山信仰でございます。最後までご視聴誠にありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。はい、ありがとうございました。